大阪市内で車を運転する上で絶対に知っておいてほしい道路が4本あります。御堂筋、四ツ橋筋、境筋、松屋町筋、この4本です。これらの道路に共通していることは、南北方向に走る一方通行の道路だという点です。なぜ一方通行の道路を覚えておいた方がいいのでしょうか。多分関西にお住まいではない皆さんは、一方通行と聞くと狭く細い路地を思い浮かべると思いますが、ここで御堂筋を見てみましょう。レーン数は1、2、3、4、5、6、7、8。御堂筋は広いところだと8車線もある規格外に大きい一方通行路になっています。こんなでかい一方通行の道路が大阪市内には4本もあるのです。この特殊な道路事情はどういう経緯で生まれたのでしょうか。大阪の発展に大きく寄与した4本の巨大な一方通行道路の仕組みと誕生の経緯を見ていきましょう。大阪市の中心部は北の梅田、南の難波を中心に縦に長く発展しています。縦に長い中心地を支えているのが南北に伸びる4本の一方通行の街路です。これら4本の道路には西から順に四ツ橋筋、御堂筋、境筋、松屋町筋という名前がついています。四ツ橋は川が十字に交わり4つの橋が架けられていた様子に、御堂筋は街路沿いにある浄土真宗本願寺の別院北御堂と南御堂に、境筋は商人の町堺に通じる街道であったことに、松屋町筋は抹茶町と呼ばれ親しまれているお菓子の問屋および人形商が集まる商人街松屋町に由来します。四ツ橋筋と境筋が北上する車両専用の一方通行、御堂筋と松屋町筋が南下する車両専用の一方通行で、北行きと南行きが交互に来るようになっています。これら4本の道路は地図上でほぼ平行して走っています。ここでついでに大阪の街の中心部がどういう作りになっているかと道路の名前の規則性について簡単に説明します。皆さん社会の授業で平城京現在の奈良と平安京現在の京都が中国の都市設計を真似て碁盤の目で街路を整備したというのは学習されたと思いますが、実は大阪の中心地が何話の宮として発展したのも同時期であったため、大阪の町の中心部も同様に碁盤の目で道路が敷かれています。大阪市内の道路の名前は普通東西に走る道路が何々通り、南北に走る道路が何々筋と付けられるため、名前の最後を見るだけでその道路がどの方角に伸びているのかを知ることができる時があります。ただしこの命名規則は碁盤の目で道路が整備されている市内の中心部でしか通用しないので、絶対のルールとは考えないでください。で、四ツ橋筋、御堂筋、境筋、松屋町筋は市街中心部のど真ん中を走っていますので、綺麗に平行して並んでいますし、交差する道路も基本的に直角に交わるようになっています。これらの道路はどういう経緯で誕生したのでしょうか。やたです。四ツ橋筋、御堂筋、境筋、松屋町筋、この4本の道路の誕生は古く、例えば御堂筋は江戸時代の資料にはすでに名前が出てくるくらいには長い歴史を持ちます。では当初はどういう様子の道路だったのかというと、道幅はおよそ6メートルほどで決して広いとは言えない普通の街路でした。これらの道路は1920年から30年頃にかけて大阪の街が大きな発展を遂げた時期、通称大大阪時代と戦後復興の経済発展で少しずつ手が加わり現在の姿になります。まずは大大阪時代の前後から見ていきましょう。1889年現在の東海道線の建設が済み、東京から大阪駅が一本の鉄路で結ばれるようになります。大阪駅は今でこそ大阪市の中心地として発展していますが、当時は都市の中心である難波や心斎橋、本町といった地域から北に離れた位置に設けられたアクセスがいいとは言えない立地の駅でした。そこで市街の中心地と大阪駅を結ぶ南北の交通網を整備する目的で、1900年代初めに境筋と四ツ橋筋2本の街路が大通りとして整備されます。当時の四ツ橋筋、
堺筋の姿は多分大体こんな感じです。市電、いわゆる路面電車が走っており、道路は対面通行で、中央に路面電車の線路が敷かれた現在の姿とは似つかない道路でした。東海道を結ぶ駅にアクセスする市電が走り、車も通れる道路が整備されたことで、この2本の通り、特に堺筋は徐々に大型の百貨店を沿道に集め、目覚ましく発展していきます。では御堂筋の様子を見てみましょう。先述した通り、当初の御堂筋は道幅およそ6メートル程度、とても大通りとは言えないどころか、むしろ存在感がない大阪市内を走る普通の街路でした。四ツ橋筋、堺筋という発展目覚ましい通りに挟まれ、さらに現在もアーケードが連なり賑わう商店街、心斎橋筋に並行するこの道路が大阪を発展させる鍵になると考えたのが、第7代大阪市長であった関はじめです。関は大阪という日本有数の大都市をさらに賑わい活気がある都市にするために、都市大改造計画を打ち出し、都市設計の大きな見直しに着手しました。その目玉政策の一つが御堂筋の拡幅と地下鉄御堂筋線の整備でした。道幅6メートルだった御堂筋を一気に拡幅して、現在と同じ幅44メートルの巨大な道路に転換、大阪の街を南北に貫く先例のない巨大な道路を作ろうとしたのです。当時の日本はまだ自動車をやっと国内で安定して生産できるようになったばかりという時期で、今ほどの交通量はありませんでした。100年先を見据えたという関の御堂筋拡幅計画は、市の中心部に飛行場でも作る気かと嘲笑されましたが、しかしこの道路と地下鉄は絶対に必要だと信じた関は、御堂筋を見事に完成させて1935年この世を去ります。実際関の見通しは見事に当たっており、御堂筋は現在慢性的な渋滞が発生するほど車で混雑し、歩道も歩くところがないほどの人が行き交う大阪を代表する一大繁華街に成長しました。関の破天荒な発想がなければ、大阪の街は今ほど賑わっていなかった可能性すらあるのです。そして4人目の主人公、松屋町筋は1932年から拡幅工事が行われ、1938年に現在と同じ道幅になります。こうして現在も大阪の街を支える巨大な道路4本が出揃ったわけですが、当時と現在では道路の様子は全く異なりました。実は当時の四ツ橋筋、御堂筋、堺筋、松屋町筋は片側2から3車線の対面通行で運用されていたのです。先述した通り、大大阪時代から先の大戦が終戦するまでの日本では、自動車が今ほど普及しておらず、車両の交通量が多くなかったので、対面通行でも目立った渋滞がなく、車がスムーズに流れていたのです。しかし対面通行は結構無駄が生じやすい道路の運用なんです。双方向に通行できるということは、右折車対直進車の動線死傷が発生します。交通量が増えれば増えるほど、右折車は直進車に阻まれ、右折できない車両が滞留し始めます。これが渋滞や道路混雑の引き金になることがあるのです。転機が訪れたのはモータリゼーションと第1回大阪万博です。高度経済成長を迎えた戦後の日本では、1960年代後半より自動車が一般家庭にも広く普及し、大衆化する現象モータリゼーションが起きます。大阪の街ではこの頃、市内での交通渋滞が慢性化し、徐々に無視できない問題になっていました。そんな最中、1970年に大阪万博が開催されることが決定し、市内の道路がさらに混雑することが予想されました。これにより道路交通は大きな転換を迫られます。まずは路面電車を廃止し、道路を車が自由に使えるようにすることが喫緊の課題とされました。大通りになると同時に、地下鉄が建設された御堂筋は例外として、四ツ橋筋や堺筋は道路の中央に線路が敷かれ、路面電車が運転されていました。大阪市はこの時期から地下鉄を相次いで建設開通させ、市電の線路を順次廃止、自動車が通行できる車線数を増やすと同時に、対面通行を遮る道路中央の障害物を取り除きました。道路を左右に分断する線路がなくなったのを機に、四ツ橋筋、堺筋を北行きの一方通行路、御堂筋、松屋町筋を南行きの一方通行路とする現在の交通規制が敷かれ、大阪の街には全国でも珍しい一方通行の大通りが誕生したのです。ではそれぞれの通りが
どのように運用されているのかを見てみましょう。これら4本の一方通行路のうち、御堂筋を除く3本の道路は性格が非常に似ています。道路は基本5車線で、直進に使えるレーンは中央3レーンです。左端のレーンは左折専用レーン、右端のレーンは右折専用レーンになっていることが多いのと、朝8時から夜8時までの12時間、両端の車線には時間制限駐車枠、いわゆるパーキングメーターが設けられており、1時間以内の駐車が許可されているため、合法的に駐車している車両が多くなっています。したがって中央3車線を走ることになるわけです。左折はもちろん対向車線がないので、右折もスムーズに行うことができ、交通量の割に車の流れはかなりスムーズです。一方御堂筋は様子が全く異なります。御堂筋は中央に4車線の本線があり、その外側におよそ1車線分の幅が確保された美しい並木、さらにその外側に観測車線という名前の側道が設けられています。中央4車線では駐停車が禁止されており、かつ途中のどの交差点でも基本的には左折や右折はできないので、御堂筋を通り抜けるだけなら本線をただ下り続ければ OK です。右左折する場合には観測車線に入ります。観測車線は駐車は禁止ですが、停車は認められており、結構幅が広い路側帯が設けられているので、人の乗り降りなどのために短時間停車するのは OK であるようです。ただし御堂筋では長堀通りから難波間の特に人通りが多い区間において、車中心の道路から歩行者中心の道路に転換するため、観測車線を廃止し歩道を拡幅する工事が行われています。このため同区間では車道が合計で4車線のみとなり、信号交差点の間には駐車枠や停車するためのスペースが設けられています。単純に車線数が減ったことで道路が慢性的に渋滞し、以前よりも通行するのに時間がかかるようになったので、可能であれば同じく南行きの一方通行路である松屋町筋に迂回するとストレスなく移動できるかもしれません。4本の道路のいずれも制限速度が時間帯によって変わるようになっています。日曜休日は終日と、平日の夜間から朝は法定速度時速60キロでの走行が可能ですが、平日の日中は時速50キロ制限になります。で、この制限速度を守らせるために信号機の制御にある細工が施されています。これら4本の道路では系統制御といい、道路に沿って設けられている信号機が手前から奥に向かって順番に切り替わるようになっています。このため制限速度に近い速度で走ると赤信号にはほとんどか全く捕まることなく走ることができるようになっており、運が良ければ一方通行の始めから終わりまでノンストップで走り抜けることができます。逆に制限速度より速いスピードで走ると必ずどこかの赤信号に引っかかるようになっており、速度超過を防止する仕組みです。こちらは以前に別動画で検証しておりますので、よろしければご視聴ください。ということで、大阪中心部を南北に走る4本の一方通行路についてご紹介してきました。大阪の街の発展を支える全国でも類を見ない長くて巨大な一方通行の道路、これらの一方通行路を走るときには、この道路が大阪の街の発展にどれだけ大きく貢献してきたのかを感じつつ運転してみてください。それでは次回は御堂筋に関連してバブルが残した複雑すぎる道路、新御堂筋について見ていきます。ご視聴ありがとうございました。引き続きご乗車のお客様に接続列車のご案内です。動画がお気に召しましたら、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。おすすめの関連動画は表示されている画面上のリンクからご視聴いただけます。この電車はこの駅まで。またのご視聴をお待ちしております。ナレーションは小春立花が担当しました。ほなまた。